新曲、ゴート、聞きどころや制作エピソードについてなどなど他にも聞きどころ満載です。本日の JA 全能 CDJ ゲストは No.I. の皆さんでした。新しい一日が始まり、ラジオの波が心地よく耳に響いていました。それは No.I. が JA カウントダウンジャパンのラジオ生放送に登場し、新曲についての興奮を分かち合った瞬間でした。 この非常に魅力的な1時間は、メンバーたちの個性とグループ全体の魅力を際立たせるもので、私にとっても大いに楽しい時間となりました。この特別なラジオセッションでは、ナンバー、愛の魅力がしっかりと伝えられました。特に、メンバーの平野が完結かつ的確に自分の考えを表現する素晴らしい能力は目を引きました。 彼の言葉選びや表現力は、新曲の背後に潜む思いや制作の裏話を視聴者にリアルに伝える力強さがありました。これは、アーティストとしての洞察力が優れていることを示しています。そして、ラジオのハイライトには、MC のスキルが光っていました。特に、神宮寺守る動画質問力を発揮し、メンバーたちとの楽しいダイナミックな会話を生み出す姿勢は素晴らしかったです。 リスナーはその瞬間に引き込まれ、彼らの笑い声や交わされる言葉に胸が躍りました。彼の独自の質問は、普段は見られない一面を引き出し、ナンバー、愛のメンバー同士の絆をより深めました。ラジオ放送を通して、メンバーたちの強い絆と理解が明らかになりました。これは、新曲の制作過程やグループの活動において、お互いを理解し支え合うことの重要性を強調しています。また、 リスナーにとっても思い出に残る楽しい体験となったことでしょう。さらに、ラジオの中での一場面には、三浦智和さんが紫てるくんに対して、自童が良い、とコメントしたエピソードがありました。これは、メンバーたちが単なるエンターテイナーではなく、知的で成熟した一面も持っていることを示しています。ラジオを通して、メンバーたちは音楽だけでなく、多岐にわたる分野で自分たちの頭脳を活かしていることが垣間見えました。 紫てるくんは児童が良い。富浦智和さんがおっしゃっていました神、君の気遣いは名前の通り心です。岸くんはこれからどこまで突き抜けるのか想像がつかない天才です。この3人が合体したのがナンバー、愛です。久しぶりにラジオを聞きました。ここは、FM 大阪で聞くことができました。ラジオは耳に集中できるので話がしっかり聞けました。 ブローユアカバーの曲、紫輝くんがエロい曲に反応して照れた感じが伝わりました。笑い、三人の仲の良さも姿が見えなくても十分伝わりました。ラジオもいいなぁと思いました。あっという間の素敵な時間でした。楽しい放送でした。大人な感じとかわいさと素直さとが、いつもの三人だなと安心したり、MC の方がナンバー、愛のプロなアーティスト部分を引き出してくださり嬉しかったです。騎士くんの通常運転な服の姿。 好きです。これからもナンバー、愛の活動がどのように進展していくのか、私たちは楽しみで仕方ありません。彼らの個々の才能やグループとしての結束力が、ますます開花していくことでしょう。キシ君の通常運転な服の姿や、紫てる君がエロい曲に反応する瞬間など、ファンにとっては目が離せない瞬間がこれからも続くことでしょう。このラジオ放送を通じて、ナンバー、 愛のファンはメンバーたちの日常や魅力にさらに触れ、深い愛着を抱くことができました。彼らがアーティストとしてだけでなく、個々の人間性でも魅力的であることを知り、これからの彼らの活動がますます楽しみになりました。最後に、あなたはどの瞬間が特に印象的だと思いますかナンバー、愛のラジオ生放送を通じて、彼らの音楽に対する情熱と魅力に触れ、彼らの活動をより深く理解することができたでしょうか どんな質問があれば、どんどんシェアしてください。楽しみにしています。